キャピタランドはシンガポールに本部を置く不動産会社。2000年に DBS 銀行の子会社である DBS ランドと ST プロパティインベストメントの子会社であるピデムコランドの合併で誕生した。中核事業として不動産開発、不動産金融サービス、ホテル運営を行っている。事業地域は主にシンガポールと中国本土であるがオーストラリア、ヨーロッパ、 湾岸地域等で事業を行っている。ラッフルズシティ北京数社の上場企業をグループ企業として保有しており、代表的な企業は、不動産投資信託のキャピタモールトラスト、キャピタコマーシャルトラスト、アスコットレジデンストラスト、キャピタリテールチャイナトラスト、オーストラランド。住宅用不動産商業用、不動産ショッピングモールサービスアパートメント不動産、投資信託。 ファンド2005年にキャピタランドホープ財団を設立、グループの純利益の0.5%を教育、医療、シェルター等のサポートに割り当ている。2011年から中国国内において、上海を拠点とし、学校設立等を支援するキャピタランドホープ基金中国を運営している。この他に、ベトナム、タイ、マレーシア、インドネシア、フィリピンなどでも活動を行う。 ありがとうございます。